スノーマン最新シングルブレイクアウト君は僕のもの初日の売り上げ83万枚。どうも皆さんこんにちは、クーです。はい、今日はですねスノーマンの11枚目のシングルブレイクアウト君は僕のものの、まあ、この11枚目のシングルがですね初日で83万枚売り上げたってところで、まあ、今日はそちらの感想だったりとか、これって実質1位なんじゃないかなみたいなところも含めてお話ししていきたいなって思います。いやー、スノーマンはすごいっすよね。今回も当たり前のようにそのハーフミリオンを突破してくる、まあ、YouTube の再生数とかこの盛り上がり的にも、まあ、前回作のラブトリガー We Will Go Together の売り上げとかも含めて、まあハーフミリオンはいつも通り超えてくるかなと思ったんですけども、まさかの前回から7万枚ぐらいかな下がった83万枚の売り上げってところで、いやまあとてつもないっすよね。83万ってスマップとかで言うとシェイクとかそれぐらいの売り上げた枚数だと思うんで、80万枚とか90万枚ぐらいって、もちろん時代は違うし携帯数も違うし特典とかも違うから一概に比べられるものではないんですけども、まあ、CD の売り上げ枚数って一個の指針というか表で見た時にはもう83万枚ってすごい数字ですよね。で僕これ、まあ、正直結構下がるかなと思ってたんですよ。っていうのが、まあ、スノーマンってこの初日の売り上げってハーフミリオンはほぼほぼ突破してくるんですね。あの DD イミテーションレインから始まって、まあ、このデンジャーホリックまでだいたい60万枚前後が多いんですよ、初日でいうと。だから初日はほぼ確でハーフミリオン突破してくるけど、まあ数字がちょっと低かったシークレットタッシュとかだったら53、4万枚だったりとか、一番多くともタペストリーとかで68万枚とか、やっぱ70万とかいかないっていうイメージがあるんですよね。まあなので僕はこのブレイクアウトと君は僕のものは正直68万とか70万枚ぐらいかなと思ったんですよ。でここでみんな思うのが、いやいや前回作ラブトリガーとウィビルゴートゲザーって90万枚いってるからそれはないでしょ70万枚とかはって思う人いると思うんですけど、なんかね僕の中では前回がちょっとおかしかったんじゃないかなっていうイメージがあるんですよ。別にスノーマンの実力はもちろん高いですしすごいのは分かってるんですけど、なんかそのやっぱりこう今までずっと60万枚前後初日で売り上げていく中で、ラブトリガーウィービルゴートゥゲザーだけいきなり90万枚突破して、要は簡単に言えば30万枚ぐらい増えたんですよ、例年に比べて。なのでそれなんで異常だなっていうか、もちろんファンが一気に増えたってのもあると思うんですけども、やっぱりその前回のラブトリガーウィービルゴートゥゲザーは特典でカレンダーがついていたりだったりとか、この楽曲って2月14日のバレンタインで発売されたんですけども、まあ、その前に初めて披露されたのがあの年末年始のスノーマンの YouTube カウントダウンの YouTube ですよね、年越しの。そこで初めてラブトリガー We Will Go Together がパフォーマンスされたんですけども、まあ、そこから1ヶ月半ぐらいして発売ってところで、まあ、ちょうどその時って、まあ、そのジャニーズとかがなくなってそのスタートエンターテインメントとしてカウントダウンコンサートをやるのかやらないのかとか、どうなるんだどうなるんだとか、まあみんなね、その企業さんがね、いろいろ CM 切ったりとか、スポンサー命定とかで僕らの心結構傷ついたじゃないですか。もちろん仕方ない部分もあるんですけど。その中で、まあずっとなかなかこういうタレントの人たちが仕事ができない、ちょっとジャニーズハブ効果みたいな動きがテレビ局にもあった中で、まあこういった YouTube をやってくれるとかって、 YouTube とかって無料だったじゃないですか、無料で見せてくれるっていうところで、なんか結構僕らとしてもお金を使いたいけど、せっかく頑張ってお給料稼いで、まあ学生さんだったらアルバイトだったりとか、まあ、主婦さんだったらへそくりとかわかんないけどね、そういったお金を使う先がなかったと思うんですよ。だからこう年末年始とかでカウントダウンの YouTube をやってくれて楽しませてくれて、でプラスアルファお金もかからない、だからどっかで金使いてなってなった時に、まあ、カレンダーの特典もあったし、まあ、ラブトリガー We Will Go Together が発売される、じゃあここで使おうっていう人が結構多かったと思うんですよ。なのでそのデンジャーホリックまでの60万枚前後が僕はもしかしたらスノーマンの実力の数字で、ラブトリガー We Will Go Together はちょっとイレギュラーだったというか、そのジャニーズ問題とかなかなかメンバーの仕事がなくなったりとか、僕ら自身もお金使うとこなくなったりとか、そういったのがいろいろあった中で発売された楽曲なんで、いろいろブーストというかいろんな掛け算があったと思うんですよ。なので90万枚っていうとてつもない数字、
あの発売した2日目にはミリオンっていうもう偉業を達成してしまったのか、してしまったってなんか悪い言い方みたいですね。2日でミリオン突破したってすごい数字を叩き出したと思うんですよ。なので前回がちょっといい意味でおかしかったというか、いろんなブーストがかかってたっていう感じなんで、このブレイクアウト君は僕のものに関してはもう完全スタートエンターテインメントのスノーマンになってたじゃないですか。なので、まあ、このデンジャーホリックとかと同じような60万枚前後かなと思ってたら、まあ、蓋開けたら83万枚っていう、もうそのジャニーズ問題からのブーストっていうところはなくなってると思うんで、先ほども言いましたけど、だから実質これ1位なんじゃないかな、売り上げ的に言うとっていう。まあ、確かにね、その、まあ、そのヒー君とかショッピーのファンからしたらあれかもしれないんですけど、ラブトリガーとブレイクアウトだったら、まあ、ブレイクアウトの方が分かりやすいですよね。しかもスノーマンっぽいというか、もちろんラブトリガーってキッシンとかのように、なんかその大人のスタイリッシュだったりとか、全身黒でとかっていうかっこよさももちろんあるんですけど、なんかやっぱどうしてもジャニーズ好きな僕らってスタイリッシュというか、その大人妖艶の楽曲っていうよりは分かりやすい楽曲好きじゃないですか。なんかそういったスノーマンのバキバキのダンス、プラス、まあ、この、なんでしょう、旧ジャニーズっぽいというか、ABEX っぽいというか、なんかそういった楽曲だったりとか、も含めてこのブレイクアウトって評価されて、まあ、売り上げもいったのかなと思いますよね。あとは単純に YouTube の動画がかっこよかったし、まあ、いろんな広告とかも重なって、もうすでに5000万突破していて、もちろん君は僕のものもそうですけど、なんかそういったのもあって、単純に楽曲がいいっていうのもあって、結構いい売り上げが出たのかな、歴代の2位の売り上げがいったのかなと思いますね。ちなみに皆さん何枚買いました？僕はね、3枚しか買わなかったんですけど、なんかそういった人が多いのかなっていう印象があるので、まあ、単純にこの年末年始というか2024年も含めて結構スノーマンのファンの人が増えたのかなっていう感じはしますよね。いやしかしね、結構びっくりだったというか、まあ、先ほども言いましたけど、ラブトリガーはちょっとなんかいろんなブーストがかかってたっていう、まあ、幻の数字までではないですけど、いろんな化学反応があったなっていう感じがしたんですけど、ブレイクアウトはまあ前回、前々回かね、そのデンジャーホリックルは超えてくるかなと。楽曲のキャッチーさとか、まあ、この盛り上がりを含めて。ただやっぱ70万枚、言っても75万とかかなと思ったんですけど、まあ、80万ってとてつもない数字っすよね。いや、これマジでスノーマンっていつまで記録伸ばし続けるんですかね。わかんないですけど、なんか本当になんかスノーマン20枚目ぐらいまでは結構ハーフミリオン当たり前に突破してくるような数字になるんですかね。わかんないけどね。で、本当勢い止まんないですよね。スタートエンターテインメントになったことによって、もちろん失っちゃったものもありますけど、新しく得たラウのパリコレで向こうの海外の事務所にも入ったりとかって新しいこともできるんで、どんどん層は広がっていくと思うんですよ。しかも幸いなことにスノーマンって唯一というか、まあ、結構ジャニーズの中でもジャニーズっぽくないアイドルグループだったじゃないですか。なにわとかセクゾとかキンプリとかっていうのはなんかスタイリッシュ系だったんで、なんかむしろスタートになって得られたものもいっぱいあるのかなって感じがするんで、でもやっぱいつかね、初日ミリオンみたいなとこ行きたいですよね。初日ミリオン、それ作ったら伝説ですけどね。はい、今日はですね、スノーマンのブレイクアウト君は僕のもの初日で83万枚売り上げたところで、相変わらずすげえなみたいな話させていただいたんですけども、ぜひ皆さんの方でもですね、今回83万枚売り上げたのはこういうのが理由なんじゃないですかって思うとこだったりとか、ぜひ皆さんの思うところをコメントで教えていただけたらなってに思います。はい、自分はですね、こういったスノーマンの話っていうのを自分の思いや主観でお話させていただいてるので、ぜひチャンネル登録高評価で応援していただけたらなってに思います。スノーマン相変わらずすごい。またね。